ひなチャンネル。いよいよ来たわよ。私が大好きな、君待てども、のエピソードよ。まあ落ち着けよ。なんか前回も言ってたな。次の感想動画で詳細聞くからさ。とりあえず、先に実況民の反応からな。私が語りたいけど順番は守るわ。それでは、実況民の反応。どうぞ。久しぶりにリアタイこたつ猫かわいいな。やっぱりこたつ猫の初登場かよ。やる気はなさそうだね。こたつ猫は登場エピソードなしで、いる扱いなのね。こたつ猫が普通におる。この感じだと、どさくさ紛れで定着しそうなこたつ猫。今回から桜さんが擁護教諭か。ああもう当たる最初から、桜さんのこと好きなんだ。2週間くらい経って、みゆきち桜さんにも慣れてきた。桜さん白衣姿も良きですわ。さらりと桜さんが保健院に、保健室の先生。他の記憶でも保健室の先生は美人であった。よう世話になった。桜先生就任。桜先生来た。ああ桜先生の就任で呪いのグローブやるんだ。この声どこかでみゆきち。みゆきち来たー。みゆきち桜さんかなり好き。保健室の先生が生徒に怪我をさせるな。スパパパパーン。色が期待さん。ハゲ取るやないか。お払いお払い。お払い。臭そう。にし。のし。踏んだり蹴ったり。昭和か。うっとうしい。課金。椅子で。なんだったんだ今の。片方飛ばしてたう。ラムさん。今日もラムちゃんは可愛い。飛んでもうた。うまいこと飛んできた。ボクシンググローブと言って。違う。俺じゃない。取れない。なんなんだ。このグローブ。ガチで呪われてるじゃん。ドラえもんの道具みたいだ。バリバリ。このグローブが勝手に。ご褒美。勝手にクリンチ。男にもやれや。男とは仲良し。みんなと仲良し。仲良くなってないのでは。蹴ってはないが。こいやつじゃん。あっう。なでなでう。女さん喜んでて笑った。腐ったう。男相手もなのか。ゾワは理不尽すぎる。面倒う。性別関係なし。学校に日本刀持ってくるな。巫女服いいぞ。怨念が怨念。でかい。怨念が宿って怨念。愛のクリンチグローブ。真の恐怖。真の恐怖だと。そんな甘いもんじゃありません。はめるなう。はめるんかい。はめた。はめるんかいう。チンチンチンう。燃える闘魂ではない。温泉マークう。危険すぎる。クリンチ中に殴る仕組み。完全に反則。このグローブ、めんどくさい。バキー。ダーリン、止めた。そこは防ぐ。そこは防ぐ。お前そういうとこやぞ。当たる偉い。守った。ジン、当たる偉い。よくやった。当たる、男だ。いい男や。男は殴る。極芸う。逃げられない。外れないの。なんか始まった。教室にリングを作るなう。なんぜ？これは、電流デスマッチか？お払いのためだから。電流デスマッチだう。なでなで。接しないと出れないリング？ジンなラムちゃんかは。ラムちゃんが畜生すぎるだろこれじゃう。かわいそうな当たる。ラムも大概だよな。し、死んでる。ダウン。ラムの思考やばい。チン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 。ボロボロにさせていながら。取れた。解決した笑い。チン笑？ええんか？グローブが勝手に言う。なんて迷惑な。なあ、う。そんな晴らし方しかないの？昭和落ち。ガールハントとかよ昭和の声。歩くの早いよ。手をつなぎたい。ちょっと待つっちゃ。かわされた。ダメでした。待ってないわよ一刀両断。ラムちゃんは手をつなぎたい。君待てども。もうそれただの文通では。ラブレター何枚もらってんねん。ラブレターの山多すぎる。嫉妬の嵐。こっちも恵まれてるわけ。宮野さん遊んでるでしょう。マモは適任。桃江じゃないんだう。面倒う。すごく宮野。マモう。アホを持ってアホをセーフ。こうして悪い顔だな。字が汚ねえ。字切ったなう。丸文字とはグミの男う。いやーきついっす。おえー、ぶっちゅう。キス。キスマークつけたれ。字が汚ねえ。こんなん見てたら笑っちゃうだろう。かすよ。よく読めるな。割とうぶだった。大事なことなので。君は壊れたプレイヤーか？壊れたプレイヤーう。3回言いやがった。ぼえ、うわう。あのさ、あ、うわあ、うええ。え、面が汚すぎる。ちょっと予想できただろ。ぶっすーラムちゃんかわいい。かわいい。キラ、お似合い。NTR やんけ。んたー耐性あるの強すぎるぞこいつ。ラムちゃん今日もケワは、非実在だぞ。100万円くらいならちょいとくれそう。1万で良いのか。パパ活きたー。30分で、5万。バニラか？安くない？やらしそう。そう来るかう。人を雇う。人を雇う。30分で、5万。時給3000円だと。ケタブリュー。おっそうだな。ブーメラン刺さってるぞ。どこかおかしいう。ラムちゃんブーメラン刺さってる。吸って出てきてくさ。泳ぎですか？ブーメランラムちゃん。それはまあそう。ウェルカム。焼いてるっちゃ。このクズ男。すぐ課金するな。
脇。ラムちゃんの自白。しょぼんしてるのかわいい。食いすぎよ。食いすぎだろう。アホかう。ファウ。前払いだったんだ。なんで先に渡した。食いすぎだろう。なんで前払いしたんだよ。この時代、3000円でそれだけ食えるんだ。とんでもない女だった。ふん、なるほど。それ3000円はもらっちゃダメなのでは？全部食べ物に使っちゃう。そうか？言い出せない。哀れすぎる。懐かしの純喫茶。待ち合わせ時間15分過ぎたぜ。振られたようだな。バカなダーリン。やっぱり地デジアンテナ。哀れなり。広い喫茶店だなう。昭和の喫茶店いいよねう。結構食べてる。泣いちゃった。かわいいわ。泣いてる。言うほどかわいそうか？ラムさん。かわいそうかわいそうか？来た。ラムちゃんいい子すぎる。男来たー、ラムちゃん。ラムちゃん。いやバレるだろ。時代を感じるファッション。来たー。バレてない。あらかわいい。絶対にバレない変装来たー。バレるやろう。いい子だなー。お気づきになりましたか？ラ、男？ラ。あらかわいい。さすがに気づいた。さすがに気づいた。救世主だ。ラムちゃんいい子すぎる。勝ったな。ごきげんよう。どこへ行く？意外と融通聞くのよ。ラムナイス。そういうわけだったのか。当たるだけ気づくのいいよね。ダーリンが調子に乗りすぎるからっちゃ。優しい。ラムさんは地上みたいな格好じゃない方が良いな。ラムちゃん、いいところあるじゃん。ラムラムちゃん、マジでいい女すぎるだろ。ラムちゃんが優しいな。横顔。ラムちゃんけなげ。ラム。この方が可愛い。素で可愛い。今さら気づいたのか。こんなに可愛かったのか。ラムちゃんはずっと可愛いだろ。いい加減にしろ。最初から可愛いわ。俺は1話から可愛いって言ってたけど。一緒に歩こう。手をつないであげて。手つないだ。初めての手つなぎ。ええやん。可愛い。いい、すごくいい話。あらあらあら、まあまあ。じゃ、素敵やん。もみあげが素敵。来た、弁天さん。弁天様来る。弁天来た。来週は3本立てなんだね。3本立てとかクレヨンしんちゃんを思い出すな。うるせえやつら大悟は反応はいかがだったでしょうか。はよはよ。感想を言いたいわ。あんたの番は次の動画よ。さっきから震えてさ、トイレにでも行きたいのか。私はうるせえやつらを語りたいんだよ。ふざけてると埋めるぞ。すんません。少しでも良かったと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくね。